はいえー、今回も視聴いただきましてありがとうございますユウチューブのお時間がやってまいりましたえー、今回もよろしくお願いしますでえー、今回のお話はビ、えーズの九十七年の三月に、えー、発売になりましたえ二十一枚目のシングルですねえー、ファイヤーボールについてお話をしたいと思いますえー、このえー、まあシングルのジャケットなんですけれどもまあジャケットのお話ですが。 こういった感じで、えー、シールが貼られております。これ、こうシールですね。えーまあ、あの知っている方も多数いらっしゃると思うんですけれども、まだ、えー、と持ってない方し、えー、知らない方もいらっしゃると思いますので、まあ、そのお話です。で、えー、ジャケットにこうシールが貼られているんですが、えー、このシールは、えー、と3色ありましたので、えー、合わせて紹介したいと思います。この、えー、とオレンジの他にえっ、ー、に、ホワイトですね。ホワイトと、 えー、レッドの3色が、えー、ありましたこうですねはい、で、えーとー、この曲自体打ち込みは全く使ってなくて、えー、とー全部生音ということでシンセサイザーも、えー、コンピューターも使っていませんよということでここのシールを剥がすと「えー、No シンセサイザーコンピューター u ー e e d っていうふうに書かれております。でえーとー そのシールを剥がすとどうなっているかというとこういったふうになっております。ちょっと光反射して申し訳ないですね。こういうふうになっております。で実際ここに、えー、とファイヤーボールが4枚 <laughs> という感じになってますけれどもこれも結局ねこのデザインが締め切りまで本当に決まらなくてで結局。 だったら3枚出して好きな色を買えばいいんじゃないのみたいな、えー、タックのお話からこういう風になったというふうには言われてますけれども本当にね生音だけで本当にあれですねいい曲というか実際今回この曲で、えー、とタックはベースも、えー、と演奏してるんですねで、えー、レコーディングではベースも、えー、使っておりましたけれどもで97年の この曲のねタイトルにもなってましたけども、えー、97年の、えー、とライブジムの「ファイアボールツアーの1曲目ですねに、えー、とこの曲で出てきてあの印象強い、えー、オープニングでしたけども、えー、とそれがですね長らく映像化はしていませんでしたがちょうど、えー、と20周年の時に出した蔵出し音源映像集みたいな「ヒドゥンプレジャー」という この、えー、DVD ですね、これが3枚組の DVD でしたけどもこちらの方の1曲目にも、えー、と入ってますのでもしえっという感じです、ね、まあーズのライブまだ見たことない人もいらっしゃるかもしれないので、まあ、こちらを見ていただいてで、まあ、次のライブに向けて、まあ、予行練習じゃないですけどもそういった感じで えと見てもらってもいいんじゃないかなとは思います。ということで、まあ、今回はちょっと簡単なお話でしたけれどもあついでに「えー、ファイ e b ボールといえば当時の、えー、と資生堂の CM の、えー、と資生堂のピエヌですねの CM で、えーと「メイク魂にひ火をつけろ」っていう、えー、フレーズを入れてくださいということで、えー、サビのところの、えー、と後半のサビの前に「メイク」というのが入るっていう、まあ、そういう。 エピソードもありますね。ということで今回は、えー、ファイアボールの、えー、ジャケットのお話でした。ということでまたよろしくお願いします、まあ。たまにはやっぱりビーズ以外のなんかお話もしたいなと思いますのでまあそうだな,なんか考えておきます。あとなんかそうですねこれについてお話ししてほしいとかもしあれば、えー、と言ってもらえれば嬉しいなと思います。 では、えっ、ー、と今日はここまでということで、お相手はゆうくでした。ありがとうございます。